オンライン授業や在宅学習が増えた昨今、小学生からパソコンを使うことが当たり前の世の中になりました。しかし、小学生のパソコン教育について何をすべきかお悩みの家庭も多いはず。そこでこの番組では、同じ悩みを抱える俳優金子貴俊が実際にパソコン教育を進めている家庭から、親がしてあげられること、将来の可能性などを調査し、パソコン教育に対する親子の在り方を学んでいきます。教えて、おうちでパソスク。前回に引き続き、上手なパソコン教育術を学びます。今回は、自宅にいながら学べるお子さんの在宅学習をしっかり取り入れている上級者のご家庭に、その極意を聞いてみたいと思います。今回も上城ファミリーにお話を伺いましょう。オンライン授業での活用っていうのはどのようにされてますか？2つあって、1つは動画ですね。よくあるその動画を使って、はい、YouTube に上がったりとか、世の中にあるなんかいろんな動画を見てもらって、まあ、それで自分で学ぶっていうのと、はい、うん、もう一つは、いわゆるドリルをやったりとか、テキストをやるときに、はい、あらかじめ、どういうカリキュラムをこの日にやるのだっていうのを決めといて、こんな感じで。あ、すごい。自宅学習に入った直後ぐらいは、はい、こういう時間割を用意して、いつ何をやるのだっていうのを一回入れてみたりしました。学校の時間割を参考に、お父さんがパワーポイントを使って、いおりくんの自宅学習の時間割を作成。しかし、いおり、これ時間割やっててどうだった？最初は時間通りに終わったけど、だんだんなんか問題とかが難しくなってくると、時間通りに終わらないってことが発生してきて、あ、だからまず一旦この時間割がなくなりました。時間通り、時間割なくしてどういうふうにしたんですか？もっと自由にやれるように、考えを改めて、はい、2週間単位で彼が学びたいミッションを僕が全部まとめて、はい、こんないいネタいっぱいあるから好きに見な、好きにやんなっていう感じのノートを作ったんですね。親子でコミュニケーションを取りながら、よりよく改善していくのがポイントだそうです。オンライン授業についてはどうですか？1週間のうち5日間ぐらいはその動画、もしくはその動画の授業を、もしくはそのビデオ通話といいますか、ビデオ会議に授業を受けてますね。いおりくんが受けたオンライン授業には、大きく分けてこのような3種類のやり方があるそうです。特に家庭教師の先生との授業では、お父さんがいおりくんに合わせたテキストをあらかじめ取り込んで先生と共有し、授業をしているんですって。いや、もう21世紀ですもんね。そうですね、はい、もう例はありますしね。だいぶやっぱ発達してますね、技術も子どもたちのスキルも。はい、今後ですね、このオンライン学習での関わりで、こう他の親御さんへのアドバイスみたいなのってあったりしますか？実はそんなに難しくなくって、本当に何でしょうね、こう電子レンジとかテレビとかっていうその家電製品を初めて買った時に、ちょっと操作が手間取るじゃないですか。はい、その押す場所が多いだけですっていう話かなと思うので、うん、なんでその正しいやり方というのをいろんな人に教わりながら進めるだけで、多分初めの3歩だけちょっと汗をかくけど、4歩5歩といくうちにもう鼻ほじりながらできちゃうぐらいに簡単なことだと思います。実は簡単だと思います。なんでぜひちょっとチャレンジしてみてほしいですね。いおりくんはどうですか、オンライン授業を始めてみて。オンライン授業はまず最初は1対1とか対面でやる授業と違うし、大変なところもあるけど、慣れればもう逆にオンラインの方がいいんじゃないっていうこともあったから、オンライン授業がで不便なところとか、もっとはすごい分かりづらくなったとかはもうありません。あ、でもそれもオンラインの良さ、オンライン授業の良さを子ども自体も感じてるってことですね。上城ファミリーの在宅学習のポイントはこちら。ためになるお話がいっぱいありましたね。非常にためになるお話、我が家でもちょっと参考にさせてもらいたいと思います。ぜひぜひ。はい、いや、今日はどうもありがとうございました。今回教えてもらったお家でのパソコン教育法、詳しく知りたい方は番組ホームページまで。